続いてのコーナーはセレクションシアターです。さあ、今日のセレクションシアターですが、何かヤグちゃんが大変なことがあったと、はい、そうなんです。ほんとひどい目にあったんですけど、私いまだに楽屋入るのちょっと恐怖症になるぐらい、1998年のデビュー以来トップアイドルとして活躍を続けるヤグチマル。そんなヤグチに好意を寄せるある芸人がいた。男の名は天心向井。向井のヤグチへの愛はやがて妄想へと変わり、ついには爆笑レッドカーペットにおいてヤグチ本人の前でその妄想を披露するという暴挙に出たのだった。マリッペおかえり。ご飯できてるよ。マリッペも1983年1月20日生まれの25歳やから、やっぱり大人の料理食べなあかんやろ。大丈夫やって、嫌いな牛乳使ってないって。マリッペ最近仕事で疲れてへん？なんかあったら俺に言うや。俺はタレント矢口真理じゃなくて人間矢口真理を好きになったんやからな、こっち向き。しかしこの天心向井を見た矢口の反応は我々が耳を疑うものであった。ここまで調べ上げてきてくれるっていうのは、うん、逆に愛情を感じますね。幸せになれます、それならばぜひ矢口真理には天心向井と二人きりになってお互いの気持ちを存分に確かめ合ってもらおうではないか。緊急企画、天心向かい愛の妄想部屋。5月某日、矢口を番組の打ち合わせと偽ってフジテレビに呼び出す。お願いします。そしてこの時すでに矢口の控え室の向かいの部屋は天心向かいの部屋となっていた。そう、向かいの部屋である。すごい。部屋の中にはおびただしい数の矢口の写真、数々のグッズ、中には矢口の愛犬の写真まで、全てが矢口に関するもので埋め尽くされたこの妄想部屋。そして会議室で打ち合わせをしていて矢口に、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。皆さんごめん、ちょっとうちのミスで、はい、あの楽屋ちょっと手違いがあって、あの向かいの部屋にちょっとあの場所を移動させてもらって。はい、わかりました。向かいの部屋、向かいの部屋、向かいの部屋。果たして矢口真理と天心向かいに愛は生まれるのか。これは分かりにくいとこに。撮影は向かいの部屋に移しておいたバッグを矢口が持って向かいの部屋から出るまで続けられる。久しぶりに彼氏ん家来たんやから、そんなとこおらんと座ったらいい。いや、怖い怖い怖い。うわ、すごい。え、うわ、ちょっと、あ、どうも。久しぶりやな。え、ちょっと何ですかこれ。え、何これ、クッキーの写真とかあるんですけど、なんであるんですか。なんでって、家行った時撮ったやんか。え、来てないでしょ。いや、すごい怖いんですけど、大丈夫ですか。ん、この写真とかすごい怖い。どうしたん、初めて来たみたいに。いやいや、初めてですよ私ここ。あ、お腹空いたんかな。だってあれやろ、お昼ぐらいにお母さんのお弁当食べたんだ、はい、美味しかった、グラタンとポテトサラダと卵焼き。ちょっと待って、美味しかった。え、何知ってんの。え、何知ってんすか。好きだからだよ。いいですか。そうなるわな。帰る、はい、なんで。いや、もう仕事ないんやろ、島子さんも言ってたけど。ないんやろ。はい、なんでそんな詳しいんですか。なんでって何よ。いや、だって、え、なんですか、私も何なんですか。彼氏やん。じゃあ、あんま言わせんといて。もう嫌や。マリッペ、何ですか。さすがに彼氏んちとはいえ、はい、
ちょっと靴履いたままっていうのはそれちょっとそれちょっと荒れちゃう。あ、ごめんなさい。ちょっと脱いでいきますね。どこに脱いだ？うん。ここでいいですか？うん。そうそう、カーティーさん、そんなことになってたんですね。これ行こうか。ちょっと差し、カバンがどうした？カバンがどうした？カバンがどこにある？どうしたん、マリッペ？いや、大丈夫です。マジで怖かったですよ、本当に。いや、疲れてますよ。マリッペ、なんか、寝ていこう。いいです。大丈夫？大丈夫です。じゃあ、カバン取ってもらっていいですか？カバン？でも、俺が持つのもあれ。あ、本当ですか？うん。じゃあ、え、ちょっと何ですか？何ですか？ちょっとどうしたらいいんですか？何ですかって何よ？座って、向井さん。絶対立たない。本当に怖いんですよ。カバン取りいいよ。布団がそこに敷いてあるんですよ。いや、めっちゃ怖いわ。何が怖いね。いや、もう本当、動かないでくださいよ、本当に。なんでやねん。いや、超怖いですもん。いや、本当に怖い。何やねん。何やねん、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。どうした？座ってって。座るよ。座るから。どうしたん、そんなバタバタして。分かったからって何？早く座って。本当に怖いから。早く。なんで？それ荷物やろ？これやろ？はい、そうです。それ取ってもらっていいですか、じゃあ。これ？はい、取ってください。ちょっと携帯しまって。いやっ、わっ、ちょっと待って。なんで待ち受け折れちゃうやん。いやだよ、どうして。じゃあもうこっち座ってください、じゃあ。そこ座っててください。超怖い。狭いから。狭いからすごい近いんですよ、ずっと。立ってていいやん、別に。はい。お疲れ様です。あっち。今度あっち。わかりました。待ってマリッペ。マリッペ。マリッペ。何やねん。ストップ。何やねん。何が怖い？座ろう、お互い座ろう。うん、座りました。怖い。帰っていいですか？もう、うん、また来て。いや、もういいです。じゃあ、使って。じゃあ、怒るわ。いいです、ここで。なんで？いや、本当に。いいです。いや、そんな怒るわ、怒るって怒るって言ってんの。なれ。怒るって言って足打ったよ。大丈夫。めっちゃ見てる。今度休みの日一緒に温泉行こう。ポジティブだな。超怖かった、あの辺。めちゃめちゃ怖いですもん。ね、ちょっとリアルだね、あのなんか追いかけっこみたいな。そうなんです。で、もう外に出るときに捕まるんじゃないかと思って、あの部屋ぐるぐるするしかないんですよ。あの玄関のところでなんかやられるんじゃないかと思って。目はもう常にあの捉えてないと、向井さんを。向井さん座ってって時あったもんね。そう、ちゃんと言う。いや、本当にだから動物。まあ、あの念のための補足説明ですけど、あの向井さん腰の毛ボーボーなんで。いや、やばい。何の補足だ。